日日銀は今ののの金金融融政策策決決定定会合で現行の大規模な金融緩和策の維持をししました。岸田総裁は会見で現時点で政策の修正時期は決め打ちできないと述べました現時点では経済・物価をめぐる不確実性は極めて高く政策修正の時期や具体的な対応について到底決め打ちはできない。 日銀はきょうの会合で長期金利を0%程度に誘導するために国債を大量購入することや金融機関が日銀に預ける資金の一部に適用する金利をマイナス0.1%とすることを柱とした大規模な金融緩和策を維持しました長期金利の変動幅については前回の会合で決めた事実上1%を上限とするとの方針を継続しますまた、 ETF、上場投投資資資信信託託や J リート不動産産など資産の買い入れ策も維持しましまた。消費者物価指数は12ヶ月連続で3%以上の伸びとなるなど日銀が目標とする2%を上回る物価上昇が続いていますが上田総裁は2%の物価目標の持続的・安定的な実現が見通せる状況に至っていないとの見方を示しました。